ましょう。はしごか。はしごに乗りましょう。何か落ちてる、何か落ちてるんだろう。これはネクタイピン。それ知ってる、お父さんがいっぱい持ってるもん。でもなんでそんなものがここに落ちてるんでしょうね。こいつ明らかにさっき落としたって感じだ。だとすると他に抜け道を通ったやつがいる。わかんねえな。少し落ち着いて考えてみるか。スタートボタンを押して新しいコマンドを使ってみようということで、この時によいしょ、考えるで、前回はね、上を押したんですけど、今回下の選択でいきましょう。ネクタイピンか、そういえばずっと気になっていたんだよな。オーナーが殺された後、いろんな人と話をしてたけど、最初に会った時と印象が変わった人がいたんだよな。確かすごくだらしないなって思ってたんだけど、なんでだろう。はみ出たシャツをさっきやっちゃったんですが、こちらですね、乱れたネクタイ。思い出した。確かネクタイが乱れていたんだ。多分オーナーを殺した時に落としたんだろう。ということは犯人は抜け道を知っている人物か。この中で迷路の抜け道を知っている人は誰だ。それとなくみんなに聞いてみるしかないな。なるほど、そういう選択肢になるんですね。 OK でとこうか。あれ、確かこの人タエコさんって言ったよな。おい、コナン。タエコさん、どうしたんですか？おい、なんだよ、その踊り方は。まさかまた。この人も死んでいる。キャー。おっちゃんに知らせないと。おっちゃーん。タエコさんがお亡くなりになってるそうです。ちょっと、どうにかしていただけませんか？よろしくお願いいたします。よいしょ。へい、親父。へい、親父は。あ、そうか、いいのか。オッケー。ダメよコナン君、本当に危ないわよ、ここにいなさい。分かったよ。殺されたって本当なの？本当。そう、ひどい話ね。自分が作った迷路の中で殺されるなんて。タエコさんが迷路を作った？それとタエコさんが殺されたことと関係あるのか？わかんねえな。少し落ち着いて考えてみるかということで。タエコさんが殺された謎。犯人はオーナーの他にタエコさんまで殺害した。そしてタエコさんは迷路を作った人物だった。一体タエコさんが殺された理由は？何なんだ？迷路での恨み。迷路に詳しいから。迷路に詳しいから。迷路に詳しいから殺されたのか？そうか、迷路に詳しければ抜け道も知っている。あ、そうか。そのことがバレると犯人にとっては都合が悪い。つまり口封じか。残酷な犯人だ。いや、あるいは ごめんね、気づかなくて。私何か用？ちょっとお姉さんに聞きたいことがあるんだけど。何のこと？迷路のこと。さんの他に迷路に詳しい人っているのかな？迷路に詳しい人？そうね、オーナーだわ。え？オーナー？え、そうよ。オーナーって結構負けず嫌いみたいで、迷路が解けなくて悔しいって言いながら太鼓さんに聞いてたわ。オーナーったらここに来ると必ず迷路に走ってたし、やっぱり太鼓さんの次に詳しいのはオーナーよ。迷路に詳しい人物は太鼓さんとオーナー。それに迷路を落ちていたネクタイピン。
これらが示すものは一体？もう少しなんだ。落ち着いて考えてみればわかるかも。オーナーがメロにって、迷路に詳しいか。なるほど。他の人はいないみたいだし、待てよ。オーナーが迷路に詳しいってことは、つまり、そばにいる人も、いつもオーナーのそばにいるあの人も詳しいんじゃ。なるほど、そういうことか。何について考えよう。あれ、ネクタイピンの話とか。あら、ここか。あ、これだ。そういえばさっきあゆみちゃんが見せてくれたあのネクタイピン、どこかで見たことがあるのよね。パパのものじゃないのは覚えてるんだけど、みどりさんが見たことがある。そういうことか。あゆみちゃん、それよりちょっと話があるんだ。ネクタイピンは？ネクタイピン？うん、私がちゃんと持ってるよ。それちょっと貸してくれる？はい、どうぞ。おい、このネクタイピンがどうかしたのか？もしかして何か分かったんですか？ああ、分かったんだ。この事件の謎が。田村さんでやってるんやと思うから、これでいきましょう。本当なの？コナン君。ああ、間違いない。でもよ、俺たちだけで大丈夫かよ。やっぱり大人の人を呼んできた方が。子供の言うことなんて聞いちゃくれねえよ。いいか、行くぞ。おい、聞いてんだろ、真犯人。俺たちが拾ったネクタイピンについてだけど、これはあんたのものじゃないのか？つまりあんたは迷路の抜け道を使って犯行を行ったんだ。あんたが妙子さんを殺した理由は、彼女に抜け道のことを話されると困るからだろ。妙子さんは迷路を作った人物、つまりあんたは口封じのために彼女を殺したんだ。オーナーが迷路に詳しいって聞いてから、俺はなるほどと思ったんだ。つまりあんたは常にオーナーのそばにいたことで、抜け道の存在を知り犯行に利用したんだ。抜け道を知っている妙子さんまで殺すなんて、あんたみたいに気の弱そうなやつは何するかわかんねえな。え、そうだろ、田村さん。そこまでわかるとは小僧、何者だ。江戸川コナン、探偵だ。ふん、ガキだと思って油断していたぜ。お前らが抜け道を見つけた時はさすがに焦ったよ。悪いが、俺は殺すつもりなんてなかったんだ。でも気がついたらオーナーの首を絞めていたのさ。慌てて隠そうとしたが、お前らが邪魔ばかりして。あの女もそうだ。いつ抜け道のことを話すかヒヤヒヤしたぜ。まあいい、やっちまったものは仕方がない。あとはお前らが消えてくれればいいだけだ。うわぁ、逃げろ。待て。どうしよう、追いかけてくるよ。大広間へ行くぞ、おっちゃんたちがいるはずだ。あ、やべ、捕まった、しまった、もう逃げれねえ。諦めるんだな。そうだ、アガサ博士が言ってたっけ。これは伸縮サスペンダーといってな、ボタン一つで伸び縮みするんじゃ。よし、こいつを使えるかも。ん？そのサスペンサーで私を縛ろうとしてるのか。無駄だ無駄だ、それ。あ、こいつ、どうしよう、捕らえられちゃったよ。ほう、こんなところに仕掛けが。しかし使えなければただのガラクタだな。やべえ、逃げろ。待て、逃がさんぞ。待て。あ、もう一個置くか。ああ、殺さないで。クック、今度こそ終わりだな。はあ、ランデーション出てきた。はあ、ぐわ。ランデーちゃん、強すごーい、つえー、
かっこいい。みんな大丈夫？こうして俺たちはランのおかげで全員無事警察に助けられた。聞いたわよラン、すごく活躍したんだって？はっはっは、さすが俺の娘だ。え、いや、そんな、それほどでも。ランはみんなに褒められて嬉しいやら照れるやらで。でもラン、お前のおかげで本当に助かったんだぜ。わお、エンディング。いや、エンディングだけど、これもう一個エンドあるよな、多分な。さっきボールゲットしたもんな。悪い顔。やっぱこのシーンあるよね。やっぱせやんな。このシーン見たいな。このシーン撮りに行くか。クリアタイム13分5。パスワード P4-2。これ一応メモっとこうか。シナリオオールクリアおめでとう。よくやったな。ランクはどうだった？このゲームは実は D から A の他にスペシャルランクもあるって話だぜ。しかもその人物は俺の尊敬する。ん？やべえ、ちょっと隠れてるぜ。ふう、コナン君どこ行ったのかしら。いやーねえラン、何キョロキョロしてるのよ。あ、うん、コナン君もここに来るはずなんだけど、きっとお友達と遊びに行ってしまったのよ。いいから出かけましょう。そうね、行きましょう。あー、びっくりした。やべ、もう一回隠れるぜ。今日は大きな事件もないし平和な一日になりそうだな。焦った。それじゃあミニゲームで会おうぜ。やば、3時ぐらいには寝れるかと思ったら寝れんのかな。これそもそも UFO キャッチャーもシビアなんだよな。あ、行き過ぎた。多分今コメントのところがチャンネル登録者のみに変わったと思う。ほらほらほら、出た出た。お、取れた。やったー、取れたー。やらかした、もうやばい。
ミスった。干してきまーす。はーい、すぐ戻ってきまーす。あれ？確かゲーセンでサッカーボールを、どういうこと？サッカーボール取ったがゆえに？よし、シューズの出力を上げて、てめえの根性叩き直してやるぜ！まさかの。ぐわっ！ふう、危なかったぜ。やった、助かったのね。よくもやったな、こいつめ。ゲンタ君、暴力はいけませんよ。こうして俺たちはタムラをやっつけて、残ったものは全員無事に帰ることができた。数日後、俺たちは警察に表彰され、少年探偵団またまたお手柄って褒められたんだ。あれ？これじゃあ3エンドあるってことか。じゃあ、なるほど。これね、エンディングのところでね、もう一個のね、画像がないんですよね。ここまではね、見ました。これね、これが多分サッカーボール取ったエンド。で、これがさっき、バッドエンド的なやつ。そう、ちょっとバッドエンドチックなやつ。で、これは多分大広間に行った時のエンディングって感じなのか。なるほどね。その3パターンか。なるほど、なるほど。アクションをこのまませずして、私はこれで終わっていいものなのか。今すごく迷っておりますけども。ええか。もう一個のエンディングは、ね、またね、皆さんやってください。まさか3エンドがあるとは思ってなかったんで、まあまあまあ。あと1個のね、抜け切ったエンドは、ちょっと皆さんね、個人でやっていただくということで、この辺で終わりましょうかね。はーい。ではでは、本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴のほどありがとうございました。よければチャンネル登録、並び高評価、次回作の方を見に来ていただければなと思います。それではまた次回の作品でお会いしましょう。バイバイ。はい、ってことで、ちょうこんにちは、シンクと申します。今回から塊魂をちょっとやっていきたいと思います。あ、いけた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 。あ、王子様こんにちは。王様ですよ。久しぶり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 。今日は転がしてもらうと思って、王子に塊、ん、その塊をごとごとと、あ、こうな、こうでこうでこうね。あ、同じ台をはじめ巻き込んだもの衣装。あ、そういうこと。うげえ、ちょっと感動。これは日記に書いておこう。これは無理。あ、
もういけるね。目薬もいけるね。操作難しいな、久々にやると。